はい、今日はね、小林正観さんの、喜べば喜ぶほど人生がね、喜ばしいものになるというお話をさせていただきます。あなたのね、人間関係、周りの方どうでしょうか。雰囲気素晴らしい人がね、たくさんいらっしゃいますでしょうか。それともね、とても 何とも言えないね、まあ、嫌な雰囲気を持った方が多いでしょうか。もしかしたら、あなたがね、そのような人をね、それぞれいい人であったりとか、あんまりね感じの良くない人であったりという人は、自分自身がね引き寄せている可能性があります。もしね、あなたのね周りの人は非常にいい人だと、雰囲気がいい人だと、喜べば喜ぶほどそういう人をね引き寄せている可能性はあります。またはね、私のね人間関係は非常に良くない、自分のことをね罵ってきたりとかね、怒鳴り散らしたりとか、あんまりね思わしくないような人間関係があるんであれば、それ自体もねあなたが引き寄せている可能性があります。どういうことかというと、人間っていうのはね、人それぞれ同じ、ね、事象、現象、人物を見てもいい面であったり悪い面であったりっていう風にね捉え方が全然違うんですね。あなたがもしね、近づいてくる方に対して非常に感じのいい方だと思えば、それだけでいい感じに思えますし、本当にいい人なんですね。またはね、違う方がね、あの人はダメだ、全然ね、思わしくないっていうね、いいように思わないと思っていても、あなた自身がいいね方だと思っていれば、それはいい方なんですね。そうすることで、その方が、そのね、自分自身がね、いい方だと思っている方が、そう思われることで、そういうふうに反応してくれる場合っていうのが非常に高くなります。あなたがね、そんなに非常に喜んでくれるんであれば、私もね、相手がね、そのように振る舞ってあげようという気持ちになると思います。あなただったらどうですか？あなたが、ただね、目の前に、ある人の前に現れたときに、すごく感じのいい人だって評価された場合、悪い気しないですよね。また同じようにいいように振る舞いたいって思うはずです。同じように、相手はね鏡なので、すごくね褒めてあげたりとか高評価をすることで、そのように振る舞ってくれるようになります。人間なんてね完璧な人がいてないですから、非常にね悪い一面であったりとか感じの悪い一面であったりとかあるはずなんです。ただね、あなたの前だけはねいいね雰囲気を醸し出そうっていう努力をしてくれるはずです。それがね、信頼関係に近づいていって、どん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 ねいい人間になってくれるはずです。そういうことをね続けていると、どん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 ね素晴らしい人脈であったり人間関係ができてくると思うので、努めてね相手のことを褒めてあげるようにしてみてください。一度ね考えてみてください。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。